現在、世界的にも人気な日本車ですが、その日本車が改造され、紛争地域などで使用されることがあります。それらは、テクニカル、バトルワゴン、ガンワゴン、ガンシップなどと呼ばれます。テクニカルとは、軍隊や民兵が運用する民生用トラックに、武装を乗っけた手作り戦闘車両のこと。今回はその、戦闘車両になった日本車、と世界のテクニカルを解説してみます。いつものように歴史好きのど素人動画なので、内容には間違いがある場合があります。紛争地帯では、整備体制が貧弱なことが多いため、信頼性や部品の入手性が重視される傾向があります。一般に民生品として販売されているものの、中古車などを入手して、現地改造の上使用されています。小型のものは、信頼性の高い日本製ピックアップトラックが人気。大型のものは、アメリカ製がよく使われています。中国の自動車メーカーの中には、初めからテクニカル用途向けに販売しているメーカーがあり、一定のシェアを確保しつつあります。日本車テクニカルの中では、トヨタ製のものが有名と言われています。高い耐久性を誇る、トヨタ、ハイラックス、は、国際連合機関や、NGO が過酷な環境下での支援活動に使用しています。その一方で、民生品として販売されているため、中東、アフリカで武装勢力のテクニカルにされることが、一般的になっています。また、政府軍に対して、欧米が提供したトヨタ車が、路獲、流出するパターンも多いそうです。この、トヨタ車が戦争などに使用される状態は、初代ハイラックスが、登場した頃から続いているため、現在まで、部品の流通ルートが確立している上、整備ノウハウも蓄積されています。そのため、中東の紛争が続く限り、トヨタ車が武装勢力に愛用される、という事態も当面続く、と見られているようです。一方で対策も取られており、ドバイなどでは国連機関であっても、防弾車として改造したハイラックスや、ランドクルーザーの国外搬出に、制限をかけています。トヨタ車が戦闘車両に改造されたって話は、アフリカの紛争が原因で、広まったんだよな。そうですね。1980年代のチャド内戦が、きっかけとされています。1987年のチャド内戦では、アメリカのニュース誌、タイム、が、トヨタ戦争、の通称で呼んでいました。この内戦で、チャド政府軍はトヨタ自動車製のピックアップトラックに、機関砲や対戦車ミサイルを搭載して運用。反政府軍を支援していたリビア軍の戦車、T-54、T-55、T-62 を撃破するなど、大きな戦果を挙げました。今言った戦車はどれもソ連の戦車だよな。対戦車ミサイルを搭載したとはいえ、改造した普通の車で、戦車を撃破できるものなのか？どんな対戦車ミサイルを使っていたか、はわかりませんが、それらの兵器を供与していたのは、チャド政府を支援していた、フランスなので、先進国フランスから、いい兵器をもらったんじゃね？と個人的には考えています。対する反政府側も、トヨタ、ハイラックスを兵員輸送車代わりに使用していました。敵を撃破し、走り去っていく、ピックアップトラックの後ろ姿に記された、トヨタ、のロゴが、見る者の記憶に残り、トヨタ戦争、と命名されるきっかけとなったそうです。その他に、リビア内戦においても、日本車が使われていたそうです。リビア内戦とは、2011年の大規模な反政府デモを発端とする、武装闘争。この内戦でも、トヨタ製のピックアップトラックなどが多数目撃されていました。それらの車に機関銃や対空機関砲、ロケット砲、航空機搭載兵装のロケット弾ポット、無反動砲や対空ミサイル、対戦車ミサイルが搭載されていました。ミサイルとか機関銃とか、ほぼ魔改造だな。テクニカルは基本的に、戦時における急増兵器みたいなもので、あり合わせの車両と、あり合わせの武器で作られるものが多いです。正規軍が、きちんと規格化して作ったものを除けば、車両も搭載武器もバラバラで、明確な形式番号も、存在しないことが多いとされます。
現地のノウハウ不足で適当に作った結果、魔改造プラモみたいになった車両も少なくないとか。技術的ノウハウがあったらあったで、もっとやべえ兵器ができそうだけどな。またこのリビア内戦では、テクニカルのような発展途上国らしい武器から、欧米の軍隊が使用する最新兵器まで、世界各地で開発された様々な武器が使用されました。ベルギーの FN、F2000 や、ドイツの H&K、G36 みたいなアサルトライフル。南アフリカのトルベロ射精狙撃銃、機銃を搭載したリモコン操縦式の四輪車、などなど。内戦時におけるリビアのカダフィ政権は、イスラエルやフランス、ベルギーなどの軍需企業から最新式の武器などを購入していました。対する反カダフィ派は、それらの武器を露格、改造して自らの武装として使用。戦闘機などについていた機関砲や、ミサイルランチャーを車に取り付けテクニカルとして使用していたり、現地の義勇兵までも、欧米の最新装備で武装する、という光景がいくつもありました。内戦発生から間もなく、先進国はカダフィ側への武器供与を取りやめましたが、フランスは反カダフィ側に武器を提供していました。そして、このリビア内戦終了後、テクニカルなどの大型武器は、軍によって回収されました。しかし、消火器などは、一般人の手に渡ったままでした。それらの一部が、テロ組織や民兵に流れているという情報もあります。特にロケット砲などは、国外におけるテロ活動に使用される可能性が、懸念されています。そんなわけで魔改造されたテクニカルは、ゾンビ映画や世紀末もので登場する装甲車両のようなのですが、正規軍と比べると、装甲は弱いことが多いです。元が民生用自動車の有用なため、装甲はほとんどないか。適当な金属板を貼り付けただけのものが、多数あるそうです。稀に簡易的な装甲車にするため、鋼板で覆った車両もあります。ですが、性能としては本格的な装甲車には及ばず、小銃弾に耐える程度とされます。その機動性は、使用する車種によりますが、クソでかい対空兵器など、武装によってはバランスが悪化したり、足回りに過大な負荷がかかったりして、装甲性能を損ねていることも多いそうです。また、武装を手作りの銃架に乗せるどころか、荷台に積んだ土のうの上に置き、重しとして土のうを重ねただけ、という代物もあります。無理やりに搭載したために、発射と同時に火器がぶっ飛ぶこともあったとか。しかし、市街地での取り回しは装甲車両に勝つこともあり、大型車両が侵入できないような場所では、正規軍を手こずらせることもあります。そして使う車両は、多く詰めて、そこそこ頑丈で、整備もやりやすい車両が望まれるので、結果として、トヨタのハイラックスやランドクルーザーは、その点理想形とも言われることがあります。ご視聴ありがとうございました。下の説明文から、サブチャンネルへの登録もよろしくだぜ。